続いては区の事業やシステムについて分かりやすくご紹介する荒川区行政ナビです。今回は生きづらさに寄り添う心の健康相談と題してお送りします。スタジオには障害者福祉課の澤井さんにお越しいただきました。澤井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は荒川区における自殺予防の取り組みを中心にお話を伺っていきます。まずはこちらのグラフをご覧ください。平成25年から29年の全国の自殺者数です。日本での自殺者数は平成24年に15年ぶりに3万人を下回り、年々減少しているのですが、それでも1日におよそ70人、年間2万人以上の方が自殺によって命を落とされています。続いてご覧いただくのが荒川区内での自殺者数です。荒川区においても毎年40人前後の方が自殺によって尊い命を失う状況が続いています。年齢別で見ますと50歳以上の方の割合が半分以上を占めているのですが、30代以上の働き盛り世代、10代、20代の若者、そして子育て世代の自殺も見過ごすことができません。障害者福祉課では平成22年度から自殺予防事業を開始しました。かけがえのない命をみんなで守るため、区や医療機関、警察だけでなく相談機関や NPO 法人などさまざまな関係機関と連携し、心と命の相談支援荒川ネットワークを構築してきました。今回は荒川区の自殺予防事業やボンドプロジェクト荒川についてご紹介します。自殺という自ら命を絶つ行為に行き着くまでに、さまざまな悩みや葛藤、戸惑いがあるのではないでしょうか。はい、自殺は単なる個人の自由な意思や選択の結果ではありません。実際には生活苦や就労問題、健康問題、精神疾患などさまざまな要因が絡み合い、心理的に追い込まれた末の死であると言えます。死にたいと考えている人は同時に生きたいという気持ちの間で揺れ動いています。眠れない、食欲がないといったサインを発したり、多重債務などの解消のために経済的な支援を求めたりと、さまざまな相談機関を訪れたりしています。つまりあらゆる相談機関が自殺予防についての意識を共有する必要があるということですね。はい、そこで区では自殺予防実務担当者連絡会を設置しています。自殺予防に全庁的に取り組むため、各課の担当者が集まり、定期的に連絡会を開催し、自殺予防の取り組みや連携の在り方、情報交換、普及啓発について検討しています。自殺未遂者への支援としては、医療機関や関係機関と連携し、自殺未遂した方のご家族や関係機関からの相談を受け、再び自殺を図ることがないよう支援を行っています。こちらは自殺未遂者支援連絡会の様子です。日本医大、東京女子医大東医療センター、首都大学東京健康福祉学部、ボンドプロジェクト、司法書士支援センター、アゼリア、区役所関係課などが集まり、情報交換や事例検討などを年に9回行っています。また普及啓発として毎年自殺予防講演会を実施しています。区民の皆さんに自殺予防について考える機会になるよう行っているもので、若者の自殺予防についての講演会を開催しました。今年も講演会を予定しております。そして3月、9月の東京都自殺対策強化月間に合わせ展示を行っています。今年は8月28日から9月6日まで、
区役所1階区民ギャラリーでの展示を皮切りに、区立図書館と首都大学東京荒川キャンパスで特別展示を行います。展示ではメンタルヘルスに関するパンフレットや本の紹介も行います。ところで中西さんはゲートキーパーという言葉はご存知ですか？ゲートキーパーですか。ゲートは門で、キーパーなので門番ですか？はい、ゲートキーパーとは命の門番という意味で、自殺予防について理解し、身の回りの人の悩みや体調の変化に気づき、話を聞き、適切な相談機関につなぐことができる人のことを言います。荒川区では区の職員にゲートキーパー研修を行っています。窓口や電話対応、訪問において区民の方のサインに気づき、適切な相談機関へつなげるための研修会です。また指定管理施設の職員、委託先の職員、そして若年者への自殺対策の一環として、小学校、中学校の教員を対象にゲートキーパー研修を行っています。これまでの受講者は3600人を超えました。すでに多くの方が受講されているんですね。ここで大切なのは、いかに SOS のサインを見逃さずに気づくかということだと思うんですが、私たちはどのように気づくことができるんでしょうか？健康問題や生活苦、家庭問題などのさまざまな原因から、次のような症状が気づくきっかけになります。例えば、夜眠れない、寝ても熟睡できない、自分なんかいない方がいい、死んでしまいたいというようなことを口にしている、食欲がなく体重が急に減った様子だ、今まで好きだったことに興味が持てていない様子だ、飲酒量が増えている、いつもと違うという変化を周りの人が気づく、これが早期発見のポイントになります。次のようなものも SOS のサインと言えます。口数が減った、イライラしている、付き合いが悪くなった、気弱な言動が目立つ、体調不良が続いている、仕事に身が入らない、ミスが増えた。地域や家族、友人、会社の同僚など周りの人たちの気づきもとても大切ですよね。はい、区民団体等に向けてのゲートキーパー研修を行っているほか、区民向けのゲートキーパー研修も開催しています。次回は10月17日水曜日の午前9時から正午、荒川区役所3階304-305会議室で開催します。ぜひご参加いただけたらと思います。参加される際は事前に障害者福祉課心の健康推進係までお電話ください。続いては荒川区の自殺予防事業の中で、若年世代の女性の相談に特化したボンドプロジェクト荒川をご紹介いただきます。若い世代の女性を中心に支援している NPO 法人ボンドプロジェクトに、若年世代の自殺予防相談事業を委託しています。ボンドプロジェクトの活動拠点の一つ、日暮里駅近くにある相談室にボンドプロジェクト荒川を開設し、若年世代を対象に夜間やメールで相談を受けることによって、行政とのつながり役を担っています。ボンドプロジェクトは、虐待、いじめ、心の不調、性被害、望まない妊娠・出産、リストカット、自己肯定感の低さなど、あらゆる生きづらさを抱える若者からの面談や電話相談を受けています。スタッフが街中に出向くアウトリーチ型の支援事業を行いながら、若年世代が安心して過ごせるような居場所づくり、地域づくりを目指しています。ボンドプロジェクト荒川相談室の開室日時、予約方法はご覧の通りです。そして、
ボンドプロジェクト荒川電話相談の開設日時、電話番号はご覧の通りです。若年世代の女性の相談に特化したボンドプロジェクト荒川をご紹介いただきましたが、この他の世代の方が悩みがある場合、区のどこへ相談すればいいのでしょうか。はい、悩んでいること、気になることがあれば、心の健康相談にご連絡ください。電話番号は 03-3802-5031 です。どこに相談してよいかわからないなど、保健師による相談で支援機関におつなぎします。もちろん、秘密は厳守します。平日午前8時半から午後5時15分までの開設です。このほか、夜間も受けられる相談ダイヤルがあります。今、生きづらいと感じている方、どうか一人で抱え込もうとせず、まず相談ダイヤルなどをご活用ください。今回の荒川区行政ナビは、生きづらさに寄り添う心の健康相談をお送りしました。澤井さん、ありがとうございました。ありがとうございました。